Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broke. はい、ドンピエです。今回ですね、待ちに待ったあれが届きまして、それのレビューとなります。何かというと、タナチャンネルさんプロデュースのマクライト焚き火台ですね、届きました。なのでこれをちょっとレビューしていきたいと思います。これね、まずね、めちゃくちゃ軽いんですよ。この軽さやばいっすね。僕普段ソロの時とかはスノーピークの S 使うんです、焚き火台 S 使うんですけど、あれはまた頑丈でめちゃくちゃ重いんですよ。でしっかりしてる。これ長く使える反面、こっちめちゃくちゃ軽いんですよ。だから本当にソロにはいいかなと思います。開けてきます。ちょっと楽しみっすよ。デザインがね、かっこいいっすよ。まず中身、説明書にいろんなのが入ってますね。ケースもね、かっこいいっすよね、ロゴ入れて。こちらが、これがね、ごとくなんで、これが、ここの面が、火床ですね。なので、こうやって、で、これが、風防ですね。で、ロゴがこうだから、こういう感じで、ここにはめますと。見ますか？ここ。ここに穴ありますよね。で、ここが はまるようになってるんですよ。こうやって。ね。で、こう V になってる。上からちょっと見てもらうとわかるんですけど、ここに V になってるじゃないですか。ね。ここに、これをはめるようになった。これをね、こう、こうやることによって、こう、ペッペッとね、こう、はまったでしょ。そうすると、かなりしっかりはまるんですよね。はい。型がこんな感じ。逆もやってきます。逆も同じようにやってきます。ロゴがこう正面になるように、こうやってはめて、こっちもはめますと。んで、こうキュッとやることによって、な、キュッとキュッとはまったね。めちゃくちゃ軽いんですけど、外れないですね。で、こうやって、重りがなると、たわみで、結構ガッチリはまるようになるみたいなんで、安全面もかなり考慮されてるみたいですね。あ、見てください、これ。ちょっと。これで、ここ見えますか？ちょっと凹んでるのわかりますか？ここ。ちょっと凹んでるでしょ？で、ここに、これ五徳なんですけど、ちょっとこうやって切って、少しだけこうストッパーみたいな感じになりますね。こういう感じで。わかるかな？すごい微妙なね、すごい細かい気配りがあります、ね。で、これで完成。めちゃくちゃ簡単っすね。で、ここに実際僕使ってるフライパンとか乗せてみたいと思います。これかなり重いんですよ。何キロあんのかな？めちゃくちゃ、まあ、こんぐらい重い。わかる。あ、全然問題ないっすね。全然問題ない。料理ができると。で、これクッカーですけど、こんな感じです。どうですか？めちゃめちゃ軽いっすね。はい。マクライト、かっこいいな。いいっすね。っていう感じです。で、実際に、もうちょっと後に、あの、火入れ、実際薪でちょっと焚き火してみたいなと思うんで、まあ、その様子はちょっとまた別途ね、あの、お伝えできればなと思います。それではまた、夜、お会いしましょう。'Cause you were all I ever
Since day one of you were all I ever saw. Since day one.